何ここ、何これ、いやー社長、なぜ自分がこんな場所にいるかわからないという顔をしているんだ。君はこれまで怪しいダイエットサプリを売りさばき、多くの消費者を騙してきた。いや騙してなんかないよ。あっ、え、何今の、あっつ、あっつ、あっつ君の目の前にあるのは嘘発見器だ。君が本当のことを話さないとネットをかけられる尺になっている。ネットをかけられたくなければ、いや聞いて、え、ネットをかけられたくなければ本当のことを言える。 I want to play a game。 君の売ってるサプリをいろんな人が紹介してるな。まあ、人気商品だからね。使ってるのか。あ、その人たちは本当にサプリを使っているのか。もちろん使ってないです。効果あったって言ってるのに。お金渡して宣伝してねとお願いしただけです。一回も使ってない人がほとんどだと思います。俺が言うのもなんだが、そういうの良くないと思うぞ。いや本当だよ。何やの。すいません。まあでもめちゃくちゃ安いのはいいとこだよな。え、公式ホームページにも500円って書いてあったし、これはすごい良心的だと思う。いやどうした、500円なんだよな。それもちろん500円、ちょっとだけ高い、2万円くらいです。はあ。4回の購入が条件の定期購入コースの2初回500円でも2から4回が合わせると全部で2万円くらいかかるんです。1回じゃないんかい、詐欺じゃねえかよ。ホームページにはちゃんと書いてありますけど。嘘つけよ。いやもし実際見逃させる気満々じゃねえかよ。書いてある字文句やったら困るんですよね。なんでそこは強気なんだよ、ムカつくな。え、ちょ、あっつ、まだ嘘ついてないじゃん。うるせえ。まあでも解約すればいいだけだよな。え、定期購入でもすぐ解約すれば済む話だろ。ああ、まあそうっすね。おい、ご連絡いただければいつでも解約することができ、できません。おい、解約はわざと電話のみで受け付けて混雑させて連絡できるようにしてるんです。いやそんなことあるわけ、マジじゃねえか。メアド書いてねえし、ていうか受付時間平日9時から15時ってなんだ、銀行かてめえは。大体の人その時間働いてんだよ。みんながお昼休み電話したらそれ繋がろう。社会人なめんな。え、クレーマーですか。黙れボケ。そもそもなんでサプリにこだわるんだよ。え、関係ないでしょ。社会正義熱っ。え、そっちにもあんのかよ。だったの。え、この前注文しちゃったの。泣くなよ。だって謝る。でも効果はあるんだよね。え、だって効果があればさ、ステマでもさ、定期購入で大量に買わされてもさ、なかなか解約できなくてもさ、問題ないじゃん。効果はあるんだよね。飲めば痩せるんだよね。当たり前、効果ありません。飲んでも絶対痩せません。いやそれはダメだろ、お前ホームページに書いてあるのに。書いてないんです。え、効果は実感するとか、ダイエット時の栄養補給とか、ボディメイクをサポートするとか、ふわっとしたことは書いてあるけど、痩せるとかダイエットに効果があるとか、具体的な効果は一部も書いてないんです。え、じゃあこのサプリ飲んでも痩せないの。痩せないです。ふぅー。ごめんて。謝るよ。こんなに傷つく人がいるなって思わなかったんだよ。もう今度こそ本当に効果があるサプリ売るから。本当に